後ほどごゆっくりお話をお伺いいたしますので、ご紹介させていただきます。片岡二大門さんでございます。おめでとうございます。ありがとう。改めましてよろしくお願いいたします。人間国宝で、そして文化功労者であります。お忙しいところお父様ありがとうございます。失礼します。片岡ガトーさん、新之助さん親子です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。おめでとうございます。よろしくどうぞ。実はガトーさんこの前ね、あの歯医者さんやったらばったりお会いしましたんですね。いやびっくりいたしました。今日はよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。さて次は次男さんでございます。はい、秀太郎さんと愛之助さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さてお隣は三男の高尾さん、高太郎さん親子です。おめでとうございます。おめでとうございます。お願いいたします。いつもお世話になっております。いやーもう本当に勢ぞろいでございますね。こういうことは珍しいんでございましょう。さっきも言ったんですが初めてじゃないじゃん、こういう形で初めて、これいい朝8時今年元気な本当にありがとうございます。いや、ね、お揃いになられるそのね時にこうして2人で司会させていただくのも本当に幸せですね。それになんとお父さん、はいはい、12月の15日で89歳、はい、そして数えで90歳で卒寿のお祝いおめでとうございます。ありがとうございます。重ね重ねおめでとうございます。まあ月並みでございますがお父様、はい、この長生きの秘訣と申しましょうか今全国の皆さんがですねこのテレビをご覧いただいているわけですがいかがなもんでしょう。やっぱりなんですね、私たち役者はやっぱり舞台が命ですからやっぱり舞台しょっちゅう出ているということが一番薬ですね。もう芝居がないときは自分のうちでもやっぱりしょんぼりしておりますね。やっぱりしょんぼりしてるとおかしいけれど、はい、芝居がある時の方が元気ですね。でやっぱり自分のお仕事を好きでないといけませんね。さようでございますね。嫌だ嫌だと思ってやっちゃいくら悪いけども私はどうも、お芝居が好きですから、まあ、つまり言い換えれば俳優が好きなんでしょうね。ですから舞台出てるって一番いいです。卒寿のお祝いというのはなさったんですか。いや特別にはやってない。まあ、毎年お誕生日はねお祝いするんですけど、特に卒寿としての祝いは別にやってないんですよ。お父さん息子さんやお孫さんから何のお祝いもなかったんですか。卒寿のお祝いはもうみんな勉強していい役者になってくれることが一番のお祝いです。まあ役者に年はありませんね、おじいちゃま、はい、40年連続で顔見せに出演なさるっていうのはこれもまた偉大なことでございますが、ありがたいことです。もう本当にね、はい、皆さんがよくしてくださるからね、はい、できたことですよ。私はやろうと思ってもなかなかやれることじゃない。それに今話が出ましたから車引きのお話ですけれども、はい、私ねまあこの年になって本当に僕は幸せだな、本当に幸福な男だなと思いました、はい、というのは私が指名をしてですよ、はい、で長男次男三男と三兄弟をしておりまして、孫が杉尾丸でしょ。その時私ね本当に親が言うと親バカって言われるかもわからんけれども、はい、まあ、誰がどう悪いというような役者の方で申しますとダメの出しようがないほど、まあ、普通に真面目にやってくれてるんで、私は後ろで地平の支度をして舞台出るまでセリフを聞いていて、目をは目を、桜丸は桜丸、松尾は松尾らしく、まあ本当に無事に勤めてくれている、これみんな私の子なんだなと思った時、私本当に嘘も隠しもないと嬉しくて、はい、本当に役者してることっておかしいけれども嬉しいです。とっても嬉しかったです。だからもう孫にいたしましても、まあ、無事勤めておりますし、私は本当に幸せもんだな、
他のことで例えば私のせがれがどっかの会社の社長になったとか重役になったとかというんじゃあんまり嬉しくないかもしれんけど、はい、俺は代々の仕事をみんな一生懸命やってくれて、はい、そして自分たちでこう狂言が出せるということはこれは大変口やばった言い方だけでもちょっと他の役者さんにはなかったことあると思うんです、はい、一度ね心を一つにされるということが本当にありがたいと思っております。いやもうおじいちゃんのその気持ち、本当によく本当に僕らもご理解させていただきます。僕一ついっぺん今日はね思い切ってあの歌舞伎界の皆さん方のお正月というのはねこれからちょっとあの砕けたお話もいろいろとお伺いしていきたいと思うんですけれども、おじいちゃまあのお雑煮の方はいかがでございますか。お雑煮はあの三都の祝いと申しまして、あ三都の祝い、じゃあ元旦が日曜日はですね、京都でございます。元祖は京都だったもんですから、はい、まあ京都を元日の頭へも入ったお雑煮ですね、はい、白味噌のお雑煮を祝うのが、これは元日です。元日に。それから頭へも抜いた普通の、白味噌のお雑煮を祝うのが大阪風で、はい、それは普通それ2日が今日ですね、はい、今日ですね。それから、3日の日は東京の祝い方、はい、つまり東京のお雑煮をおすましです。であのお餅も切り餅と申しまして、こうちゃんと短冊型のように切ってあるお餅です、はい、これを祝いますのが片岡家の、まあ、お祝いの形になってます、お父さんはうなぎが、おじいちゃんはうなぎが好き、うなぎはい、はい、もう遠くへ行きますとやっぱりうなぎを食べまして、はい、天ぷらを食べて、私は食いしん坊なんですから。いまだにうなぎがお好きでございますか。好きでございます。天ぷらも大好きですし、エネルギッシュでいらっしゃいますね。スポンが大好物ですからね。スポンが大好物ですから、あら卒中でうなぎに天ぷらにスポンですか。これはすごいな。でもますますお元気で何よりでございますね。いやいや、それこれはしかしおじいちゃんすごいことでございますね。そうですか、じゃああの皆さん息子さんやお孫さんを引き連れてたまにはすっぽんを食べに行きやるときがあるわけですね。まだないんですね、ぜひ今度。あ、おじいちゃんまだあのないお孫さんもいらっしゃいますが、はい、まだ一度も連れて行ってもらったことがない人がおりますが、おお、それはそうでしょう。すっぽんはねあんまり好き嫌いがあるから、お若い方はねまだすっぽんはねいらないんじゃないかと。洋食とかね日本料理は相当連れて行ってつもりですけれども。高尾さんは卵豆腐が好き。ええ、卵豆腐、これもちゃんと調べてまいりました。どういうことですか。酒の魚に卵豆腐ということ。いやいや、そういうわけじゃないんですけど、卵豆腐とかうぼぞうめんとかそういうあっさりしたものが好きなんですよ。柔らかいものがお好きなんです。あ、そういうわけです。今日はお前あのね方が高尾さんと一緒やったらニコ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 して、家内が実はあの昔お父さんにね、はい、知らんでしょ、お父さんにね花月へ、うちの家内花月へ出てたんです。吉本興業やったら知らんでしょ。その時にお父さんにお花をいただいたんですよ。改めてお礼を、その思い出を抱いて、いまだにまだうちの嫁はんは生活をしてると。時々寝言で私の顔を見てね、高尾さんなんて言う。私を陽気にしてる。本当にお父さんは卵豆腐が好き、魚ぞうめんということですが、ご子息はどうですか。そうです、僕ケーキが好きです。お父さんと全然ちゃいますね。甘いもの好きです。ああ、はい、趣味なんかのお話もね、はい、お伺いしてみたいと思います。やっぱりお兄さんの方から、あの加藤さんは乗馬がという、もう今時間がありませんのでね、乗馬とか、まあ、学生時代フェンシングもやってましたし、フェンシングもやってた、で柔道とかね、もう、あのもう浅く広く、はい、いろいろかじりました。はい、そして篠介さんはサーフやりますって。あのおじに昔あの四国よく連れてて、いただきまして。はい、その時にあのみんなが面白そうにやってるんで始めまして、はい、それからやみつきになってしまって、まあ、あの公演がいっぱい、あの最近は公演よく出てますんで、はあ、行く暇がないのでもう色も白くてとてもサーフィンやってるとは誰も信じてくれないんですけど。秀太郎さんはいかが出らっしゃいますか。はい、京都行きますとやっぱ芸妓さんと舞妓さんが好きですね。京都は芸妓さんから皆さん同じですか。もう祇園へ行った広島屋さんのお世話になってますけれども。はい、はい、ここで一つだけ
特別にご披露させていただきたいことがあります。はい、おじいちゃまから聞いた役者人生、20歳代ではよく見られたい一心でおじいちゃまは頑張ってきたそうでございます。そして30代では褒められたい、40代になって尊敬する先輩のようになりたいなと思われたそうです。そして50代に至ってはいい役者になりたいな、60代ではいいお芝居をお客様に見せたい、60代でですよね。はい、そして70代になられて役に、70になったんやから俺も役になりきなればとそう思われたそうでございます。そして80代になられてついに役者そのものになり、もう何も考えなくなった。お正月はお忙しくて、うんうん、あの2日から皆様お舞台が終わりですから、お正月お正月って私たちがもうウキウキしているというふうな気分ではございませんですものね。まあ、あの暮れから正月にかけて仕事をやらん暇ないような役者ではいかんわけだからなそれはとんでもない話でね。二代目さんご一家に本日はスペシャルゲストとしてお越しいただきまして、いろいろなお話をお伺いいたしました。どうぞおじいちゃまご無礼を平にお許しいただきましてそしてお体にお気をつけられまして、はい、ますます健康でお仕事の方頑張っていただきますように我々一同お祈りいたします。ありがとう、ありがとう、ありがとうございました。どうも皆さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。お仕事してありますように今年も頑張ってください。ありがとうございました。